ピオ、どうもひなピオです。それでは本日もクロエのレクイエムやっていきましょう。もう突然のクライマックスエンディング選択からやっていこうかなと思います。前回は銀のナイフ振り下ろしちゃったんで、今回振り下ろさないの選択でやろうと思います。クロエ、僕は出るよ。怖い顔出るよ。めっちゃ怖かったよねあれ。で、わあ、もうやだ、本当にびっくりするこれ。はい、武器をクロエに振り下ろさない。僕はクロエを殺すことなんてできない。クロエを、何、突き飛ばす、抱きしめるがある。ちょっといいエンディングを後に見たいので、ちょっと突き飛ばそう。ペーン、なんだかあの時と似てるな。シャルロットの時、ちょっと待って、ミシェル君的バッドエンド。また僕は殺してしまったんだ。今度は黒へ、僕はあの時と同じになってしまったのかな。呪いは、うわー、怖い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 。と、時計、いやー怖いよ今の。バット2、じゃあバット1もあるんだ。あ、ゲームオーバーなんだ。わお、怖ー。あれが一番のバットエンドだね。よかった、最初に見れて。じゃあもうちょっと行ってくるよ。抱きしめてくる。俺はクロエを抱きしめる。行くぜ。ちゃ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 、行くぜ。あ、この絵だけはちょっと手を隠しちゃう。手で隠しちゃう。はい、怖い。はい、オッケー。振り下ろさない。クロエを抱きしめる。おら。普通に刺されたクロエ、クロエ、怖くないよ。僕は君を傷つけたりしないから。呪いだって、なんだって君であることに変わりはないんだ。殺すなんてできないよ。大丈夫、もう怯えなくていいんだよ。僕がずっと一緒にいるから。ね、だからどうか泣かないでクロエ。ミッシェ、バット1。
誰も幸せにならない。そんな。あ、ゲームオーバーなんだ。だよね。そうだよね。やっぱり何か回収し忘れてるんだな。きっと幸せなエンディングはあるはずなんだよ。ちょっと調べますね。はい、調べました。やっぱり、ちょっと前に言ってた、切り抜いた絵ってあったじゃん？あれさ、やっぱ、どうにかしなきゃいけないみたいだわ。あれを、なんか、どうにかすると、トゥルーエンドの一つの、なんだろう。一つの、条件に当てはまるらしくて。だから、ちょっとそれをね、回収しに行こう。それ、最後のデータ、どれだ？これか？あ、待って。もう、クロエちゃん消えた後では？あ、いた。いたわ。じゃあ、消える前だから、ちょっと待って、画用紙取りに行こう。あるよね。画用紙じゃねえわ。あ、画用紙？ん？画用紙は持ってるわ。あれよ、切り抜いた絵。ここか。あ、落ちてるわ。椅子がある。違う。これ。おう。切り抜いた絵。絵を持ってくよ。クロエちゃん、君には幸せになってほしいんだ、僕は。よし。持ってきたぞ、クロエちゃん。切り抜いた絵を。ちょっと金槌じゃなくて、あ、画用紙ちょっと待って、バイオリン。ミシェルのおかげで呪いが解けて、もうこんなに明るくなった。どうして僕なんだよ。おかしいよ。ミシェルだからよ。答えになってない。あれ？あ、切り抜いた絵をクロエに見せますか？見せる。あ、それ。この絵。うん、クロエの描いた絵なの。でも本当はここにお父様とお母様がいたけど、クロエ一人ぼっちになっちゃったのね。そうだね。そうだわ、ミシェル。もし画用紙を持ってたらクロエにちょうだい。わかった。あったらね。おー、あるよ。はい、どうぞ。あ、兄弟いるよ。でも喧嘩したよ。はい。大丈夫？ここいつもちょっと面白い。あれ？あ、オッケーオッケー。画用紙あるよ。画用紙あるよ。はい、渡す。ありがとう、ミシェル。ちょっくら帰ってくるの。なんだちょっくらって。かわいいな。突然のキャラ崩壊、面白すぎるでしょ。ちょっくら。できたの。見て見て。泣いちゃいそう。これ、僕？そうよ。これでもう一人ぼっちじゃないの。ね、ミシェル。まあ、そうだね。はあ。それじゃあね、これ、ミシェルにあげるの。お守り、持ってて。はあ。ありがとう。あのね、絶対よ。生きて帰って。わかった。4番のセーブを。上書き。よし。で、これで、エンディングのあたりまで戻るか。トゥルーエンドってどうなるんだろうな。ちょっとここが見たくて。ここだっけ？これじゃない。どこだ？もうちょっと。もうちょっと。だから、来た！あなたの呪いが愛に変わり、浄化されますように。尊い。
動画大好きよ。ここね、何回見てもいいわ多分これ。じゃあまたカットしまーす。ここまで戻ってきた。よしクロエ、ちょっくらお前の呪い倒してくるぜ。じゃあな。ほらー、いやここさちょっと怖いから一人でやりたくないんだよね。あの黙ってやるの嫌だからさ。あれいいんだよね。はいはいはい、これでお初にお目にかかるみたいな。クロエの呪いだ、以後お見知りおきを。というのは冗談だ。なぜなら君はここで私の餌食になるのだから。おら、ちょっとなんで勝手に左に逃げるのさ。ちょっとピアノ叩かせて。はい、おら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 、あーなんで勝手に左に逃げるの。ちょっと一回迂回させるようになってるのね。ちょっとじゃあもう一回左に行くのかな。オッケー、通りでなんか最初操作聞かねえなと思ったよ。ほらこれでいいのかな。しゃあ、クロエの父親、今のが呪いの元凶。うん、うん、ダメなんだろうな。ナイフをどうするか、そろそろ決断しなきゃ。これどうするのが正解なんだろう。ナイフを、いや、お守り持っとくか。お守りつか、おま、うん、いいの、あ、持ってない、お守り、あれ、お守りない、どうしよう。お守りは装備するものではないのか。行くぞ。どっちがトゥルーエンドになるかわからない。クロエ、僕は絶対怖い。はい、手で隠します。はい、怖い。いや、まあでも抱きしめるが正解なんじゃないと思うんだけどね。振り下ろさない、抱きしめるよ。これでトゥルーエンドになってくれ、頼む。やっぱり僕は、え、なんか違くない？あ僕ナイフは使えない。クロエを殺すことはできない。痛いよクロエ。あ、お守りが、怪我をして、あ、もしかしてさっきの物音、呪いを殺したのか。もしかしてブランと、え、あ、消え、お前消えるのか。ここに。逃げちゃダメなの、ちゃんと立ち向かわなきゃ。え、あ、あ、ここは僕がわかるの。ミシェル？本当に
ミシェル？そうだよ、クロエ。やっと会えたの。ずっとずっとね、この時を。ミシェル。うん。ねえミシェル、クロエ、朝日が見たいな。うん、分かったよクロエ。いい眺めだね、クロエ。外の景色はとても久しぶりな気がする。そうね。ね、クロエ。いろんなことがあったね。忘れたくなるような辛いことや、逃げたくなるようなことばっかりで、呪いに支配されてたくさん苦しんで。ねえクロエ、君の人生は不幸だった？綺麗ね、ミシェル。受け入れることが怖くて逃げてばっかりで、今までは生きるって嫌なことばっかりってそう思ってた。でもね、今ここにいられて、この景色が綺麗で、クロエ幸せなの。とっても幸せ。そうか、それならよかった。ミシェル、あ、日の出だ。夜も終わりだね。おやすみ、クロエ。もう一人のクロエも。え、動ける。ああ、死んじゃったの？少女は静かに佇んでいる。安らかに眠れますように。君のおかげでね、僕はバイオリンをやってよかったって初めて思ったんだよ。だからね、クロエのレクイエム。あの、やっぱり僕も探して。だからダメだって言ってるだろう。子供一人じゃ危険だ。だって、じゃあミシェルはいつ見つかるんですか？ミシェルは無事ですか？怪我とかそれ以上に、ミシェルは生きてますよね？もし万が一のことがあったら僕は。落ち着きなさい。その万が一のことがないようにこうしてるんだから。はい、神様お願いします。ミシェルを、僕の兄を助けてください。まだ謝れてすらいないんだ、僕があいつを追い詰めたのに。ミシェル、
あともう少ししたら家に帰ろう。きっといろんな人が僕を探してるから。僕のしたことは取り返しのつかないことだけど、そこから逃げちゃダメだ。ちゃんと償わないとダメなんだ。たとえ一生許してもらえなくても、シャルロットのことを話して、父様とメイドとピエールに謝るんだ。クロエはきっとそうしたかっただろうから。これがトゥルーエンドなのか。そっか、さっきの一枚絵にいたクロエちゃんの肩にいた黒猫ってクロエか。ちょっとエンディングトークが下手すぎてね、すげえ裏返っちゃった今。あ、 The endエンド、クロエ。はい、いやー、ということで完全クリアかな、これでいたしました。ご視聴ありがとうございました。いやー、いいゲームだわ。これは神ゲーって言われるわ。なんかね、クロエのレクイエムって小説にもなってるんですよ。小説もちょっとこれを機に買いたいと思います。ということで皆さんもどうぞ本屋さんへレッツゴーではまた次の実況動画でお会いしましょう。ひなぴよでした。あのね、終わるわって言ったじゃん。終わるわって言ったんだけど、もう一個エンディングあったわ、調べたらちょっとね、今ここ戻ってきてるんだけど、セーブするのって言ってる。あれだわ。お父さんつうか、呪い、クロエの呪いを倒す前のセーブデータです。で、これ、呪いに負けるらしいんだよ。呪いに負けるとなんかまた違うエンディングが見れるらしくて、だから今、ちょっともう一回撮ってます。終わる終わる詐欺しました。すいませんでした。よし。ちょっくら、呪いに負けてくるわ。よし、行くぜ。これで、はい、おー。ヘイヘイホー、ドゥルドゥルドゥル、あー、来た来た来た、はい、連打、ドゥル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 、ヘイヘイ、はい、クロエの呪いだと。はい、どうもこんにちは。で、はい、うわうわ、似てないな。あれ、攻撃してくださいよお父さん。ちょっと、あ、待って待って、違う、そういうつもりじゃないっす。はい、どうぞやってください、僕のことを。で、これで見れんのかな本当に。続く、いた、続いた、ゲームオーバーにならないね。ミシェル、あれ、ここは、お父様のせいでごめんなさい。え、ミシェル、クロエと同じになっちゃった。僕死んじゃったの。あら、ノワールちゃん。ノワール？ノワールもクロエのせいでごめんなさい。これでよかったのかもね。ずっとこのままなのよ。それはそれで楽しそうじゃないか。ミシェル。ねえクロエ、僕ね、クロエとやってみたかったことがあったんだ。ピアノの連弾。
囚われたこの館に捧ぐ。へえ、なるほどね。こういうエンディングか。悪くねえな。なんかね、こういうなんだろう、メリーバッドエンドっていうのかな、そういう感じのやつも結構好きなんだよね。魔女の家とかあるじゃない、あの魔女の家の、あのトゥルーエンドがすごい好きなの私。もう何回もそれはね、ちょっと実況にしたかったんだけど、それはちょっとね、実況動画をいっぱい見すぎちゃって、もう全部わかっちゃってるから、ちょっとそれはできないんだけど、いや、やってもいいのかな、サクサクプレイになっちゃうから。でも面白くないかなって思うけど、だからそういうエンディングめっちゃ好きだから、このエンディング最高だね。ひっそりと立つ誰もいない呪いの館。館からは今日も愉快な音楽が聞こえてくる。The End。 エンド、エンディングゴースト。ほー、これもこれで幸せだね。さっきのトゥルーエンドもなかなか、そのクロエっていうエンディングもすごい、ね、前向きに生きようっていうさ、エンディングだったから、あっちもすごい素敵だけど、こっちもやっぱりいいっすね。ということで、終わる終わる詐欺してすいませんでした。これでやっと終わりますので、また次回お会いしましょう。ということで、おつぴよでーす。